えー、こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はジャズの歴史の第5弾ということで、マイルス・デビスっていう人を追っていきたいなと思います。この人は、えー、前にあの、ジャズの歴史の第2弾の方で、えー、こうずっとこう解説していきましたが、こジャズを変革していく人なんですね。何のアルバムから聴けばいいのっていうふうに言われるとですね、まあおすすめ CD も、あの、やってるんですけど、とりあえずの、 僕が一番最初に勧められたのはこの4枚なんですね。クッキンリラクションワーケストリーミンってやつですね。これを軸にお話ししていきますね。マイルさん26年生まれなんで、40年代ぐらいに起こったこうビブアップっていうところを、まあこう、チャーリーパーカーとジジーガレスピっていう人が始めるんですが、それに憧れてニューヨークに来るんですね。ジジョデンっていうのがありまして、えー、それは僕もお勧めしてるんですけど、第3章まで田舎にいた頃のお話なんで、まあ、 あんまり読まなくていいです。4から、4からが面白くなるので、第4章から読んでください。で、まあ、必要があればまた戻って読んでいただければ。あれね、3章までつまんないんで、挫折するんですよ。4から読んでくださいね。で、まあ、ビバップっていうのを一生懸命こう、チャーリー・パーカーっていう人を、まあ、取り巻く人たちでこう作り上げていくわけですね。で、この頃はもう本当にジャズが盛んに行われてた時代で、でそこから、 まあ、要はジャズがどんどん盛んになればなるほど、アドリブにクローズアップされていくんで、いかにこう、クールにアドリブを取るかっていうことで、要は、もうメロディー自体も、こう、やらなくなっていくんですね。そういうこう、バースオブクールっていうあルまあバースクール、えー、クールの誕生っていうですね、えー、アルバムを作るんですね。 これは白人も入っていて、で、マイルスはその、なんで白人入れるんだってみんなに言われたりしてるみたいですけど、まあこのまま、えー、彼は1枚作ったらクールはもう飽きちゃったみたいで全然違うことをやりだして、白人に受け継がれていくんですが、1956年に自分のバンドのアルバムで、マラソンセッションと言われる4枚のアルバムを出すんですね。この赤が全部アルバム名なんで、まあこのバースオブクール、カインドオブブルー、ビッチェズブリューム、これもアルバム名ですが、こっから上全部アルバム名ですね。で、 この4枚はマラソンセッションっていうのは何かというと、コロンビアに移籍するために、プレステージに残ってた契約の4枚を、もう1回で撮る。まあ、結局2日に分けてあるんですけど、まあ、2日間じゃなくて、まあ、何ヶ月か空けて2回で撮ってるんですが、1956年にこう4枚分撮って、これ1年に1枚ずつプレステージは出していく。もう大ヒット作品になるんですが、えー、こう、クール時代っていうのはもう、お客さん関係なしにもうこう、 アドリブのミュージシャン同士がアドリブを競い合ってるんですが、このハードバップっていうのは、アートブレイキーが演奏したのをハードバップだって評論家が書くんですけど、まあ、基本はこう、この間全部モダンジャズって言われる時代なんですが、このハードバップって言われるのを僕は、ま、アレンジを施された、ちょっと聞きやすくなったジャズみたいなイメージなんですが、この4枚は非常によくできています。で、 まネットサーフィンしてたらですね、いろいろ調べ物をしてたら、この、名盤って書いてるけど全然じゃんっていうようなこと書いてる人もいらっしゃいましたが、ミュージシャンでこのアルバムを参考にしない人は絶対いないですからね。えー、まあ確かにそういうこうルーズな部分もあるんですけど、そのルーズな部分もいい形で出てるので、これはすごく良いアルバムですね。で、 クッキンとかリラックスインとかは、この当時のそのミュージカルの曲をこうテーマにしてメロディーにしてでアドリブをしていくっていう、まあ聞きやすくもなってて、ヘッドアレンジって言って多分これが来たらこの決め、これが来たらこの決めっていうのはなんかマイルスが決めてるんですね。多分譜面に書いてあるわけじゃなくて適当にやってるんだけど、ただこの、このメンバーでライブをあちこちでやってからこう録音に至ってるので、マイルスは結構そういうふうに俺はするんだって言ってましたが、 まあ日本でもすごくよくありますね。こう、ライブツアーであっちこっちライブしてから、その固まったところで録音する。でも、まあ川島哲夫さんも言ってましたけど、固まったとこで演奏して、もうそこで自分たちはその音楽を終わっちゃってて、でも、レコードが出来上がると、そのレコードの曲やらなきゃいけないから、結構辛いんだよね、みたいな、もう新しい曲に気持ちは行っちゃってるんだけど、まあレコードの曲やらないとレコードの曲、レコード売れないですからね。そこジレンマだよね、って話もしてましたが、まあマイナスはその、 ずっと同じ曲をずっと結構長い間やるのが得意ですね。で、えぇ、ー、まあ、ジョン・ゴルトネンという若手を起用してます。レッド・ガーランド、ポール・チェンバース、ヒリ・ジョー,ズジョーンズっていう、このピアノトリはもういろんな人のバックで演奏してるので、この名前をもうぜひ覚えていた。ポール・チェンバースっていうのはもうこの若手にして新たなこうジャズのスタイル、ベースのスタイルをこう確立する人なので、もう本当にいろんなアルバムに参加してますね。 フィリー・ジョー・ジョーンズもいろんなサンバアルバムにいるので、もうこの3人は外せないですね。で、ジョン・コルトレンという人はここに参加して、まだ若手だったんですけど、どん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 みるみる成長していって、で、まあ、マイルスのバンドから抜けていくんですが、カイノブ・ブルーっていうのを、マイルスその後、モード・ジャズっていうスタイルを作るんですね。作るというか、まあ、もともとそういう、こう、あったものをこう、うまく整理して作ったわけなんですが、こう、 ビバップっていうのはコード進行がどん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 こう軽流下りみたいにこう変わっていくところをこういかにう通り抜けていくかっていう形なんですが、カイドブルーのモードっていうスタイルは、コード進行がもうずっと変わらないんですよ。もうずっと同じコード。ハーモニアも1個しかなくて。でそこをこうロ,ーローと歌っていくという形ですね。こういう形の、えー、まあでも今のスタイルのラップとかも全部こうモードって言われるモードになるので、こういうスタイルですね。 で、ジョン・コタインはこのモードのスタイルで開花して、自分のフリージャズっていうのに、こう、火をつけていって、で、彼はマイルスにはすごい感謝してるけど、自分のバンドはやりたいんで、ただもうやめたくて仕方ないんだけど、マイルスはもうお前がなくてはいけないからって電話して、何度も何度もこう説得されて、いやいや演奏してるんですが、まあ、後期の方はもう本当にマイルスのバンドとは違うだろうっていうぐらい、こう、前衛的な演奏をしてる形の演奏が残ってますね。で、この、 4枚のアルバムの、えー、こう、演奏していくわけですが、こう、下に行くほど、ちょっとマニアックな曲が増えていく。ジャズの、ジャズオリジナルって言って、まあ、メロディーを、こう、スタンダードじゃなくて、メロディーを、普通にこう、ジャズミュージシャンが作ったメロディーとかがこ、こう、入っているので、上よりも下の方がちょっと聞きづらい、初心者だよね。だから、こう、クッキンとかリラックステンとかは非常におすすめですね。で、 この、Kind of Blue には、えー、白人をまた入れてますね。これはビル・エヴァンスというピアニストですね。ワルツ・フォー・デビューで非常に有名なピアニストですけど、まあ彼3ヶ月ぐらいしか演奏では一緒にやってないんですが、このアルバムのために呼び起こされてます、ね。で、ここで演奏して、このスタイルで、ここでまた新たな、この、これに影響を受けたミュージシャンいっぱいいてですね、このあたり全部モードジャズになっていくんですね。で、マイルスはまあ、 こう、バンドって、まあ、メンバーが、こう、コルトレーンも抜け、こう、バラついていくので、今度は新たにまた若手を、で、マイラスも30過ぎてるんで、えこの時に10代だった、トニー・ウィリアムス、ロン・カート、ハービー・ハンコックっていうトリオを起用するわけですね。で、まあ、ウェイン・ショーターは、また、まだアートブレイキーのバンドにいて、ラブコールしてるのがなかなか抜けてこれなくて、後々3回になるんですが、このトリオにマイラスと、えまあ、サックスは、まあ、ジョージ・コールマンだったり、サム・リーバースだったりとかして、こう、いろいろツアー回っていくんですが、 フォアノーモアとマイファニーバレンタインっていうのはここに書きましたが、これはこれで別におすすめです。これはですね、まだウェインショット入ってなくて、これシージョージ・コールマンですね。ジョージ・コールマンがまだ演奏してるんですが、このクッキー・リラクシーン・カインド・オブ・ブルーあたりのこの辺の曲をもうバカッパやくめちゃくちゃ激しく演奏してるんで、同じ曲なのって思われるぐらい全然違う演奏になってて、これは全身的です、現代的なジャズになってますね。 なので、今度はこのウェイン・ショーターが加わると、今度はこれもあの全然こう、普通の曲ないんですね。もう全部オリジナルっていうかジャズで作った難しい曲ばっかなんですけど、すごい世界観がすごく、ネフェルティティとかはね、パラオの奥様のことですね。とかそういうこう、なんかこう、神秘的な感じの曲がすごく多くて、え、この、 4人が、この4人とマイルスが作り上げる、この新たなサウンドが。かなり難しいサウンドだけど、これは、なかなか新たな、こっちが好きっていう人はこっちが好きかもしれないですね。なので、こう、マイルス、第1期マイルスクインテット、第2期マイルスクインテットっていうふうに言われてるんですが、こういう形ですね。この名前を、名前とこのアルバムを全部覚えていってもらって。で、 マイルスさ、最後には、この、まあ、この辺のメンバーも使いつつ、ビッチェズ・ブリューっていうのを作るんです。これが、まあ、ヒュージョンの始まりと言われていますが、まあ、もう全然まだヒュージョンっていうか、おどろ、おどろ,おどろしいサウンドですね。で、この、ビッチェズ・ブリューには、まあ、あえて書きませんでしたが、キース・レチャレットとか、チック・コリアとか、デーブ・ホランドとか、まあ、本当にこう、この、また別の意味で、別の、 かのジャンルでどん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 有名になっていくミュージシャンが入ってるわけですが、全部マイルススクールって言ってこう、ここマイルスのバンドに参加した人ってみんな有名になっていくんですね。でそれぞれ道が変わっていくんですが、こういうスタイルで、えー、マイルスはこう、ジャズの時代を駆け抜けたという。なので、この時代とこの時代とっていうのをざっくり覚えてもらって、あ、この辺の曲だなとか、あ、こ,この辺のアルバム聴くと、あ、こ,こやっぱ会員の部分に影響を受けてんだね、みたいなの。 っていうのはやっぱすごくあるんですね。で、この辺のアルバムだとやっぱフュージョンの感じだね、みたいな感じになってくるんで、こういうスタイルで、こう、まずはこの4枚を聴いてみる。で、まあ、余力があれば、この聴き比べをしてみる。で、まあ、ESP、この辺も聴いてみるっていう形で、ジャズの進化を、こう、鑑賞していただければ、多分なんかジャズの、なんか流れっていうのが、こう、大きな、 流れが分かるんじゃないかなと思います。いろんな出入りあるんですよ。このジョンコルテがちょっと抜けてるとか、こういう出リーはあるんですけど、あんまり細かいことを覚えるよりは、この太いところ、この太いところっていうのを覚えておいて、あとは、その、だんだん分かってきたら枝葉をいろいろこう調べていくと面白さがあって、非常にいいかなと思います。ざっくりなんですけど、こういう形でマイルス・デビスでジャズの歴史を追ってみるというのも一つの聞き方なかなと思います。 今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとか、ためになったなっていう方は、いいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンではこういった内容のものを毎日お昼に配信しておりますので、もし面白いなと思った方はぜひ登録お願いします。こちらの方のびっくりマークの方を、ねえー、押していただけると、 中に入れてメルマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので LINE アットもありますからそちらの方で登録ぜひしてください以上です黒田でしたありがとうございました